さあ今日はね、はい、3日ということで、迎えたくもない誕生日を、はい迎えます。まあ君たちも50過ぎたら分かると思いますけども本当に来るのが嫌で、おめでとうございます。おめでとうございます。何にもめでたくないよね、ほんまにね。55歳なんでね、はい、よくみんなほとんどが、さんまさん今年はゴーゴーとか英語で日テレゴーゴーやないけどゴーゴーの年ですね言うけど、もうなんかもうええかい、もうなんか伏せて飛ばしたいよね、ポーンとね。え、嫌なんですか、55歳。いや、嫌やし、我々誕生日そう祝ったりするの嫌いやから、そう、人の好きやで、はいはいはい、お前らの誕生日もね、はい、定期的にやってるけど、人のは好きやな、プレゼント何々何言うてゲタゲタとか、トウトウトウとか言うて開けていく。そう、好きですよね。あれ好きやな、うちのグループね。何もらったかすごい知りたがりますもんね。そうやな、プレゼントで本当に上手い人は上手いやんか。そうですね。我がチームでは翔平と松尾さん、松尾、はい、それからとっさんね、とっさんがやたら上手いんですよね、プレゼントは。なんでここのおっさんがこんなもん知ってんねんって、女の子が喜ぶ、はいはいはい、プレゼントいつもええー、とか言 う、ね、才能やね、センスですよね。まっちゃんなんかそう高いもんちゃうけど、ええー、っていうの、はい、私去年は何もらった、世界いっぱい旅行してるからって言って各地の入浴剤を何それいただきました。各地の入浴剤、とかそういうのいどこでどう探しとんのか、分からないぐらいものすごいお手頃な値段で、お求めやすい値段みたいな。本当にうまいよね、お求めやすい値段の。本当ですね、あの人5000以上絶対使わないでもな、俺たちが何万とかするものより喜ばれるやつをな、ちゃんと売るんで、また足を運んでるっていうのがわかんねえな。俺なんかもうブランドもんで、そうですね、これどやーいう感じで、ドヤ顔です。もうほんで現にそうやしね、もうこれでええやろこんなもん言う。いやでも女の人だったらそっちの方が本当は嬉しいですよ。いやー、まあ、わかる、本当にわかるけど、俺ああいう細々とした人はもう探せないもんね。それ無理ですよ、時間的にも。なんか好きじゃないですよね。好きじゃない。ドサッと買って、こう渡していくと。だから、バサッと買うんですよ。うん、要するに、ハワイアンジュエリーで、こんなんできますよって言われたら、もうそれ、10個言うといてとか、俺はもう、この間もね、ヤギの誕生日だったんですよ。はい。それで、その前が斎藤舞子ちゃんの誕生日会があって、全く忘れてて。斎藤芽子ちゃん喜んで、つけてきてくれてるんで、ネックレスをね、俺があげた。で、ヤギに言って渡したら、同じものだったんですよ。あ、しもた。それ一番やっていけない。一番ショックですよ。あれ、ね、そんな感じでしたよ。でも仕方がないですからね。ただ、私の場合、他に工具とかいっぱいつけて、はい、浴室の周りを、はい、錆を止める薬とか、はい、そういうのいっぱいつくな、加藤、俺のプレゼント、そういうの嬉しいよ。犠牲者。発泡スチロールを切るのこぎりなんか持ってないよ。でも、使うことあんまりなくないですか。え、お持ちなんです、お持ちなんです。美代子さん、あれいつ使ったらいいのって、発泡スチロール切るときでんがとか言って。だからさ、あれいつ使うの、だから発泡スチロールを切るときでんがな。ないもん。ないですよ。未だに言われるもん。ないですもん。発泡スチロール切る機械。じゃあ、お前ら、発泡スチロールを捨てるときに、ゴミ袋に入れたら邪魔になるよ、大きいのは。それを切るやつやで。発泡スチロール4本。いや、年に1回あるかないかでしょ。そんなことないって、お前。あんなに発泡スチロールあったら冷蔵庫とかね。そうそうそう。ごっついものの中しか、こう横に入ってまへんって。そうそう、それを切るやつやで。だから、それ、買えへんって。そんな大型冷蔵庫とか、その年に1回買えへんって。だから、発泡スチロール、俺もね、始めこうた時にね、使わんなぁと思ったの。でもな、売ってる時に、はい、売り場で、これ役に立つなぁ思ったのよ。へぇ、その時ちょうどやっぱ大きな電化製品が届いたばっかりで、発泡スチロールどうしようと思った矢先に、ポッと目に入ったのが発泡スチロール、切り、ノコギ。ノコギってくさみじゃないんだ。そんな大きいやつなんですか。これぐらいですよ。大きい。いや、よく切れるから。そんな切らないですよ。ほいで、発泡スチロールのこぎり、これは役に立つ、家持って帰ったんですけど、うん、その発泡スチロールが、もう処分されてたんですよ。ダスキンの掃除の人がやってくれはって。うん、
持ってるから、これ何やろうと思って、これはみんな喜ぶだろうって、逆に持ってないやんか、発泡スチロール。持ってないです。聞いたこともなかった。いりませんもんね、うん。売ってることすら知らなかった。知らなかった。ほいで、黒い長靴最近みんな持っとれへんから。もうその時代遅いですな。なんなん今からカラフルな、カラフルなね、ファッションで履く長靴はみんな履いてるけど、はい、オーソドックスな長靴って、はい、俺はちっちゃい頃絶対家にあったやんか。あったやんか。お前、テープが切れた時とかその服しか履けんねん。田んぼのあのあれが撤回したとか。そんなことあるか。いや、お前、そんな黒なの誰が履くの。だから長靴ってやっぱりああいうオーソドックスなのが一番かっこいいよね。思うねんけど、俺は。買うんですかそれ、自分で。それあげる、俺はあかへんよ。なんで家にあるんですか。あげようと思って。誰かの時、こいつの長靴いるな、あいつおるやんか。そんな人いるかな。いや、あれ、お前らにもあげへんよ。床下浸水になった時だよ。そうか、床下浸水の。そんな長靴探してる。この時期ね、もし俺も九州のお友達がいた場合、はいはい、送ってあげたら本当に怒られるやんか。はい、というて、大体ブランドもんって、流行りのもんって言ってしてるし、はい、で女の子の欲しいもんって、今年はこれって大体、もう大体 80%、一昨年のモデルが好きなのよという女の子いないのよ、実は。そうですね、今流行りの今出たとか、うん、新発売とか、うん、そういうのが大体好むから、うん、大体金に物言わしたら手に入ってしまうんです。それではやっぱりこっちも後ろめたいし、はい、なんか金で済ましたとか、ね、言われるのは、まあ、浅田美代子さんが特に何でも金で解決しようとしてるって言って、ね、俺がプレゼント送るたびに文句言われるんだ。なんでか理由がわからないです。ね、何でも金でさーって、うん、いや美代子さんそれ嬉しくないんですかって、嬉しいよとか、でもさでもあなたさ何でも金で解決しようとするよねって。いや、だから、それ、美代子さん、多分欲しいと思って、これ新発売ですよ、これ。だから嬉しいけどさ、今のこと言ってるんじゃないのよ。ずっとさ、あなた金で解決しようとするってばっかりじゃん。怒られてる。怒られてる。でも怒られてる。だから、こう電話投げ返されたわけやから、俺。何でも金で解決しようとしてっていう名言があった日を思い出すんですけど、というで美代子さんにね、安いもん送るわけにいかへんやんか。で俺にもいいものくれはるし、誕生日になったらね、俺もものすごいええもんあげるんですよ美代子さんには。あんのにね、ごっちゃ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 文句言うてね。昔なんか勝手にあれですよ、うちの事務所とっさんじゃない時、マンボウの時には、二人で相談して二人で買いに行ったんですよ。わけわからないでしょ、うちの事務所のお金で。わけわからないでしょ。買っといたかなって。は買っといたから。あ、どうぞどうぞ。どうせ買うでしょ、私の。いや、買います、買います。先に買って。勝手に、先に。なんか、そのね、はい、ブランドもんで、なんか、もうすぐ欲しいもん、新しいもん、はい。それを自分の誕生日来る前にもう、マンボウと待ち合わせして、なんか原宿へ買いにも行ってましたよ。そんな気があるね。で今日スタッフがこれ、はい、ロールケーキの、はい、すごい美味しそうなケーキやな、ね、これ、これロールケーキの誕生、ここにあります。これ、チャッカーです。チャッカーも危ないですよ。何も危ない。お前のが危ないな。55歳の55ということでね、はい、スタッフが用意してくれた。はい、せーの、ハッピーバースデートゥーユー。Happy birthday to you. Happy birthday, dear Samba-san. Happy birthday to you. おめでとうございます。というわけで、ご誕生日ケーキ、これ切ってもらいましょうかね。はい、そうですね。すごい。みんな、すごい。美味しそうやな。25歳。55や、そうですね。なると思わなかったよな。だんだん初めて来た時、草間さんが私の年だったんです、今の。おっさんに。嘘やん。はい。さまさが37歳の時だったんですよ。うん、へえ。ほいで今加藤37になった。はい、ちょうどなんですよ。ほいで20年近く経つわけか。俺お前と40何の嫌やねんとかずっと言ってたし、さまさが50歳になるのとか想像できてなくて、できてない。60には死ぬと思ってたんですよね。ああ、俺もそう思ってた。だけど今55歳で何もその時と変わってないっていう。いや、変わらなあかんねんけど。貫禄はあるけど落ち着いてないし。顔真っ黒、漁師より真っ黒やん。どこ行ってたん。
サンフランシスコや。嘘言え、嘘言え、お前も行ってきて、お前も行ってきて、行ってません、行った行った、真っ黒ですやん、真っ黒、いや最近どこか行ったでしょ、だからサンフランシスコ、いやだからそ、いやその後に、あだからね、これペブルビーチですよ、むっちゃ焼けてますやん、むっちゃ、もう自分でももう嫌だったもん、すごいぐらい、変な焼け方したんですよ。あの、ペブルビーチで、あの、一日、タイガー・ウッズを追いかけて、二日か、追いかけてましたんで、寒いんですよ。風が強いから、海岸沿いでね。寒いんですよ。太陽の、あの、強さが、自覚できない寒さなんですよ。ジャンパー着てるから。なのに、ブワー焼けていくんですよ。へー。だから、そこでこんな風になって。もちろん何も塗ってないですもんね。もちろん。そんな塗ろうと思わないよ、あの寒さ。サンフランシスコとか、少し寒かったやろ。寒かったですね。もうちょっと。あの、風が止まればあったかいの。うん。でも風がきついから、こう海沿いやから。ああ、そっか。もうあの寒いの。で、ジャンパーやで。ほんで昼間 T シャツ、夜ジャンパー着ようね、みんな。だから、ものすごい服装を悩まなきゃいけないところ。うつには何か話しかけられたんですか、え、うつには。俺話しかけられようと思って、俺、スタンフォード大学の、あいつの出身なのね、スタンフォードって。はい、その帽子、株、コーティ買いに行って。スタンフォードの帽子ずーっとタイガー目の前来たからずっとスタンフォードの帽子かぶって、お前なんでスタンフォードなんだって言うと思ったら、もう目も合わせてくれるんです、ギャグバードなんですね、あの新大阪のファンみたいな感じでタイガーウッズからしたら、また来とるであいつおい、また来とるぞ、来てみあいつ、帽子かぶっとるやつ、ランタンの帽子それだから逆バージョンですね、新大阪のファンで、だから初めて新大阪のランタンファンの気持ちが初めて分かった、だからそれいいなとか言うだけなあかんってな、ああいう時帽子をそれそれ俺が忘れたことですよ、スタンフォード、はい、なスタンフォードの新しいデザインのやつは今さっきね俺かぶってたやつ、はい、あれがスタンフォード大学の新しい、デザインのやつなんですよ、それだからスタンフォードそんなん出たみたいな聞いてくると思う。期待してたな。とこう、ほんで、ウッズがこう、なんかね、スティーブンとあの、キャディのね、喋、はいはい、ってる時に、もう、視線に入るようにするで、俺も、スティーブンの気持ちになってね、生ウッドで行こうか、アイアンで行こうか、すごい悩んでる時に、俺が、もう、いや、うなずいてた、お前、キャディーかとか、突っ込んでくれると思うんだよ。関西人じゃないんだよ。そのキャディーは、まあ、抹茶みたいなもんなんですよ。また来とるで。そわそわしてますね。え、で気がついてくれたんですかね。まあこう手はね一応こうタイヤーとか言ってるから。声張ったか日本人来てるで思われたんです。そうそう。タイヤって言うてましたんで、一応ね、こう、帽子はいつものね、こう、ぴゅっとこう、する感じで登場してくれましたけども、確かに、日に焼けてね、ほんで、プレゼント渡しましょうか。一応、ここで。渡しましょうか。渡しましょうかって。せっかく。いらんわ、そんな。みんなすごい用意してるんで。お前、また違う日にやるのに、ええのに、まあ、ええわ。はい。じゃあ、まず、誰が佐藤田のマネージャーの守屋さん。なんでマネージャーくれた？そうなんですよ。何気遣わせたらマネージャーには金ないのにお前ら。いやいやいや。佐藤田のマネ、あの子ずっと来てるけど。じゃああいつあれやんか。あ、信玄餅。そう。いろんな佐藤田のマネージャー。元ランスキャヤングタウンに来てて取り来て。そうなんです、私のマネージャー。俺いつも信玄餅くれるのあいつやん。そう。あ、ほんまですか。さんまさんのことも大好きで、いつもさんまさんのプレゼントを探してるんですよ。もう俺にはあいつ信玄餅でええねん。もう信玄餅で、あいつと会うたびに信玄餅、たまに持ってきてない時あるやんか。テレビなんかで、よろしくお願いします、はい、と思って、あいつ、はい、後ろの方で、はい、頭下げとるけど、はい、あれ今日信玄餅はとか。待ってるなんかすごい。そうなんですよ。あ、それを探してましたよ。話の、帽子を。あ、これはもうおしゃれなドクロのマークのね。かっこいい。キャップ。あ、かわいい。あ、かっこいい。あ、かっこいい。いや、あ、俺帽子はね、黒すぎる。帽子の顔の顔が、どこが帽子か分からへん。
当たるやろ。頭の先や。わからんわからん。頭の先が帽子に。頭の先が帽子に決まってるやろ。余計なんか黒さが引き渡った。すごい。高校野球の審判以上に黒く。高校野球の審判。ほんまに。そうやな。すごい。あ、もう絶対。ストライク。肌着しかない。真夏だ真夏すごい雨でますねまた日本でどっか行ったんかな思ったの俺いや、もう行く暇もないからペブルビーチ焼けたと思うんだけどね完全にね明日からやからじわじわ焼けとんねんあの冷たい中やからオーストラリア焼けたとちょっとちゃうやんか違うそうですねほい残んねんかなり抜けないんだすぐに抜けないのこれは驚いたよ、今回の。あ、マネージャーありがとうございます。どうしようか、全員。信玄餅で十分やねんけど。マイちゃんやるマイちゃん。あ、じゃあ私、はい。俺もキャップはもう、ちょっと日本で、一番日本じゃんか言われてるぐらいだからね。じゃあほんまやろ。そうかな。これ。おめでとうございます。あ、ありがとうございます。これは携帯用の電動歯ブラシなんですけど、サンマって書いてる。そうです、サンマさんモデルにしました。あ、ほんまや。はい。横にサンマって書いてる。そうなんです。書くなら家で自分でやりたいの。そうなんです。そう、夜な夜なね。みんな持ってんのよ。自分で書かしたって、お前、喜びあんねや。そうなんですか。サンマさんちょっとキラキラ好きなやつにしたんで。そうなんですよ。ああ、こんなのあるんだ。そうなんです。それ今すごく家電業界で流行ってる。はい、流行ってる。でもね、電動歯ブラシもらって本当に申し訳ないんだけど、俺は手やねんて、はい。スイッチ入れんかったよ。そうそうそう、スイッチ入れないで。あのね、それでは、スイッチあのものは入れたくなるのか。また難しい、ちょっと、スイッチあるものは入れたくなるか。その情報ちょっと、手の方が良かったかも。ガムってかなんか、接着剤でまた持ってはるから。そうですよ。あ、でも落ちたくなっちゃうから。わお。スイッチあるもの押したくなるね。そうだ。俺何か、これ病気やな。何かあるものを押したくなんねん。ねえ。おぉ。すごい興味が。興味津々やから、何やろこれと思って触りたくなんねん。だから、何やこれと思って触って虫だったことがよくある。えぇこれ何やねんこれ。で、ぷら、うわーとか言うのは、家で、うわ、虫やーとか言っても、誰にも、届かず。ああ。村上さんすごいたくさんありますよ。おぉ、行こう行こう。何を次。これ誰だろう。あ、スタッフがくれたんか。井上さん。あ、井上君、あ、スタッフが気遣わして。ええのにあいつら金ないのにもう申し訳ない。たくさんあります。何これ。あ、これも俺のおしゃれパンツや。おしゃれ。かわいい。ショップパンツ。この頃この頃は生地が良くなったりしてるから気持ちいいよね。男のパンツも。そうなんだ。これもやっぱそういう生地や。へえ。確かに乾きそうですね。そうやから。履きやすい。涼しそう。なんか涼しさに夏に持ってた。あ、長い。長めの、この間テレビなんか言ってたやつか。そう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 。ほんまでっかいやったっけ、あれ。なんかで言ってた、これが流行ってきたって言うて。ゴルフ、ゴルフパンツですか。ゴルフパンツ。え、ゴルフパンツ？ゴルフって書いてある、ここに。ゴルフの時の。ゴルフパンツ。ああ、せやせや、これなんかで言ってたよ。これ要するに、バミューダぐらいの膝ぐらいまであるやつ。スポーツ包帯パンツ。すべてはアスリートのために。そうやで。アスリートです。アスリート。ある意味アスリートです。おしっこするとき、出ますか出ます、出ます。出ます。いや、全部脱がなきゃいいんだ。全部脱がなきゃ、こうしたらいいんだ。じゃあ俺はこうして、いつも出るんですか。僕ら頻尿残尿やのに。あれ、昨日ね、シャンパン、死ぬのなんですよ。また。また。シャンパン飲んでるけど。ね、シャンパンってすごいしょんべんやな。ほんで、あっという間に言いません？もう、シャンパン。シャンパンってすごいしょんべんやなって嫌だ。シャンパンの中身がしょんべんちゃいますよ。いや、俺も大概ね、しょんべん候補なんですけど、はい、シャンパン飲んだ時はお正直すごいやろ。いきます、すごいきます。シャンパン飲んだらもう朝寝てても、寝てても目覚めませんすぐ。ああ、シャンパンはあかん、俺は。俺もシャンパンはしょんべんや。響きが似てる。じゃあほんま、シャンパンはしょんべん。ああ、これありがとうございます。これ、もうすぐまた、梅雨明けで、あれありますからね。こちら、じゃあ、もずみさん。もずみ高原。あ、そうだ。もう俺完全に今も大工になれる。これ何や磨く、要するに、あれみたいな、バインダーじゃない、なんていうのあれ、コーナーサンダーとかいうやつやから、アイロン型になってるんだ。
それでコーナーをこうサンドペーパーになるんだ。コーナーよ、コーナー削りに行かなかったら大変ですよ。コーナーてこもりありますよ、この赤坂辺でも。電池、もう大丈夫ですか、なんかもう変え、捕まるやないか。コーナーごとに。やりそうですもん、コーナー見えたら。言える場合。おみくじコーナー探してきてくれとか言うて、あいつも大変ですよ。あ、なるほど。電動サンドペーパーなんだ、あのコーナーを磨く。いいですよ、これ。これいい。何でも磨けるやつちゃう。そうそう。だからあれ、あの、パターとかに丸み出したいと、これでやったらいいの、多分。そういうのもできるんですね。できる、できる、できる。あ、俺削ってるよ、いろいろ。いろいろ削ってるんですか？そうや。だから俺は大阪で使ってるパターあれ、はい、その形違うん。あ、そうなんですか。あれ削ってもらうから、ちょっと丸み出してもらおうかな。人間的に。なあ、お前ね、削りにくいよ。やっぱり。お前すっげえ削りにくい。じゃあこちら、続いては堀田さんからいただきました。堀田はいつもくれるんです。この間、モハメッド・アリーの T シャツをいただいたりね。あ、フィギュアだ。あ、ラムちゃんの小さなフィギュアだ。わー、かわいい。これ、堀田俺55歳。ちょっと、55歳や、これも。ゴム、な、55でラムちゃんの、うわ、小さなフィギュア。だって顔だけ変えられるやつ。そうや、うわ、すげえ。またまた、ラムちゃんが。かわいい。夏祭りになってきた時。夏祭りになってきた時。ラムちゃん。祭り。そこで変なのが怪人出てくる回やな。世界の55歳でも一番トップクラスでしょうね、今。そうですね。痛い部分では。世界入れてですよ。世界入れて55歳で今一番痛いから。いや、マラドーナがおるやん。これ2番だ。もうマラドーナが絶対勝てない。面白いマラドーナ。この人最高ですね。最高。最高。もうやっぱり俺も我らのマラドーナって言ってただけのことはありますよ、本当に。現役の時見られてるんですもんね、もちろん。もちろん、もちろん。こちらは新藤さんから。あ、新藤が今度あの人事異動になりまして、ラジオの前の皆さんはそう関係ないと思うんですけども、はい、堀田君が、はい、人事異動で、はい、ちょっと、偉くなりまして、ね、出世なさった、出世して、はい、だから各局俺たちの仲間が出世したりしてますよね、今この時期はね、うん。それで今度からまた新藤が、はい、正直毎週来るらしいね。あの痛いのが痛いのに加えてまた痛いのがあの新藤のアホがこのラジオを担当することになって、あ、プロジェクト、あ、可愛らしい、あ、これ、これまっちゃんよや、まっちゃんや、これまっちゃん、ブースカイブー、濃いんですよ、これ、スカイ取ったらええのに、あ、おしゃれ、可愛いね、色が可愛い、色綺麗よね、うん、これでもなんかなかなか日本人を着こなせないよね。さあどうしましょういう感じになってる、じゃあカオリおしゃれなイメージ、あ、ごめんごめん、かおり。はい。気づかれたな、お前。私とケーキ焼いてきたんですよ。うそや、焼いてきた、すごいですよ。焼いてきたすごいな。じゃーん、あ、かわいいの顔つきなんです。本当だ。ブルーベリー。綺麗に焼いてんの、お前、もうほんまに。今日早く起きて焼いてきました。え、顔もね、これ、あの、言いながら書いた。書きました。うそや、さんの顔。全然似てない。似てませんか、ほら、全然似てない。かわいい、かわいい。でも可愛い、すごい、すごい爽やか、すごい上手、ありがとうございます。綺麗に焼いたな、お前。はい、あの、これだいぶかかったん、これはスポンジ焼くのに1時間ぐらいで、うん、であとはトッピングは10分ぐらいでできるんですよ。でもね、うん、でもでも、ひっちゃん綺麗に形壊さずに、うん、デザインも可愛いし、あ、できてんのがすごいやんか。普通素人作るとこんな辺のクリーム、これほんまにお母さんが作ったぞ、そんなんちゃうやろね。いえいえ、お母さん北海道なんで。言うとってよ、言うとってよ。ほんまに前、はい、あのね、柴田が作ってきて、はい、あのね、はい、要するになんかおはぎでしたっけ、はい、それを食べてね、柴田こんなも美味しいことあるか言ったら、はい、食べ終わってから、実はそれお母さんが作ったんですよって。ほらもう、ほんと。もうフォローしようがなく。そうですよね。でも私一回バレンタインにさんまさんのご飯会でケーキ焼いてったら、うん、大きさ見てセコって言われてましたよ。え、セコって人が。そんなこと言うわけないよ、人が一生懸命焼いてきちゃう。言う、もうびっくりした。え、びっくりした。セコって言われると思う。びっくりした。はい。
これ食べてください。あ、これはみんないただこう、はい、そしたらみんなせっかく飯田がね、うん、作ってきてくれたやつ、はい、じゃあ、ええ、お前もどうでええよ。これまずこれ何や、これ何や、れ、ね、加藤が、松井一加藤が、はい、あのモーニングのリンリンからもらった、リンリンが私に中国土産で、またお前試験しやろ、お前俺が変な人形あげたって昔、そんなわけない、リンリンがくれたんですけど、お前、またこ、あれ大根、あの人参抜いてる、あの中国の少年の人形あげるの、あれドンキで売ってたって誰かに言ってきましたよ。V6 のあれ三宅くん、三宅、あれそのドンキ売ってましたよってちゃうわほんで、ドンキちゃうねんあれ実は。本当ですか。お前これ手に入れたん、さんまさんから手に入れたやつです。お前返してんのだって引っ越ししたうちにも似合わないんだもんね。お前ね、これ女の子喜びの変で、何それ、何ですか。あのスプリューウェルの、はい、もう今は引退してるけど、はい、スプリューウェルの、はい、さんまさんがあげちゃうやつ、お前返すのよくないやろお前。せっかくお前がスプリューウェル不安やと思ってやな。その人初めて聞きました。俺誰でんのこのスプリューウェルやん。またその顔が動くのがイラッとする。あー本当だ。お前これ貴重だもんやろ。前の絵には合わなかったんですけど、引っ越しした家にもその人やだ。スプリューウェル、すいません、これ置いとって首振る監督の首締めていっぺん首になったやつ、すいません。知らなかった。ほんで首動いてるやん、ほんで。そりゃ喜ばんわ、これ。これスプリューウェル、知りませんっつうんだから。じゃあお前もうとき、もうといらない、お前な10年後に、はい、へえって言われるぞ、あの遊びに来た人から。いや、なんでスプリューウェルのにフィギュア持ってるんですか言うて、それそ他の人も知らないでしょ、うん、本人が来たらそれびっくりすると思いますよ。お前俺のなんで持ってんだみたいなこと言われるか分かりませんけど、その他の人も知りまへんで、こんなおっさん。バスケ、確かにな、お前ら知らん。あのね、前もこれだから騒ぎでも嫌だったと思うんですけど、から騒ぎのメンバーでメッシ知ってんの4人ですからね、あの22人出て、メッシを知ってんのね、メッシ、あのメッシですよ、あのメッシを、あの世代の女の子って22人出て4人しか知らない。へー、もっと驚いたのはフェデラー、1人しか知らない、1/20フェデラー知らない、知らないです、その方はちょっと知らないです。フェデラーって何してる人か知らんやろ。知らないです、そんなもんですって。そうやね、俺はもう今回おっとろいだわ、日本はスポーツあかんなっていうのはもうまた改めて分かったね。フェデラーってお前全英だけでも6回、ね、要するに四大タイトル16回取ってる、テニスのフェデラーナダルってスーパースターやねんけど、それを誰も知らんかった。いや、知らなかった。じゃあ、お前これ持って帰れよ。ええー、お前手に入らへん。いらないもん、それ。スプリューウェルやん。いらんでしょ、それ。スプリューウェル。めっちゃ髪が動いてる。これ何やかと思って。それはまともなやつです。それは別に開けなくていいです。いや、開けるよ。それちゃんと、うん、一応家にあってないやつ。家にありそうでないやつ、はい。さまさん持ってそうで持ってないような。何やこれ、あ、これ可愛いんちゃうか絶対、うん、これ何や、鍵とかをつける、あ、キーホルダー、はい、のキーです。キーホルダーのキー、キーホルダーのキー、ホルダー鍵開けるやつ、のりこちゃんの心の扉を開けて、バツイチやからな。開けてあげて、あ、まだそっとしといて、うわ安そうやなこれ。安いやろこれ。いや、そうでもないですよ。これ何のキーかっこいいな、これ何のキーや。それ一応そこのブランドのなんかオリジナルで、あ、店のもう頭からついてんのか。はい、要するにこれ、こう、私の心の鍵を開けてっていうことなんだ多分。でいいですね。でいいです。あげようか。おい、そんなことより、はい、この間キダにおてんけど、はい、お前キダと結婚せえへん。ええやん、キダ。じゃあこれキダって、キダが事務所来てくれよったのよ。はあ、おいで、お前昔ファンやったんや。うん。あ、そうそう、言ってましたもんね。昔ファンだったんや、キダの。あ、野球の選手がいてね。あ、逆だ。あの、加藤が大ファンや。どのオリンピックお会いしたけたことあんねん、こいつに。18歳ぐらいの時に。うん、おいで、ほんで、キダに、そうやと思って、ああ、キダもまたうろちょろして腰痛めてスポーツマッサージ行っとったのよ、はい、この間。はい、何しとんの、このアホ言うて。いや、ちょうど、駐車場で。
さんまさんの車があったんで、多分事務所だろうと思って電話して、ケーキ買うてコト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 、北海道のクラブで2時間ぐらい寝てはった噂あれ本当ですかとか、おほんまや言うて、言わなくて、あ、そうやお前加藤離婚してるの知ってますよから、お前結婚せよって言うて。私も選びたいし。なんでお前。いや、そらもう18とそらもう、はい、あ、これ。いや、もう調子いらんわ、そんなの。嘘や、あんた飲み屋でどうせ、ちょっともうそろそろ貫禄つけなあかんやろ、思って。飲み屋で貫禄つけやす。うん、ちょっと。なんだろう。でも結婚した方がええんちゃう？じゃあお前もう結婚せえや、もう駅田でええやな。やだ。木田のり子ってなんか因果悪い。これ何橋うん、センスと橋がね。センスになる？お蕎麦食べれるやつだ。飲みやね。貫禄ある。ああ、君もシャンパン抜き。いいね。シャンパン抜き。でも着替えやったらどうなんやろうね。何がいい感じやった。じゃあ、もうどっちも。舞ちゃん、どう着だっち。木田って知らない？多分お会いしたことないですね。あ、木田はないよね。はい。だからじゃあお前、舞ちゃんどうて。北海道出身だし。あいつ北海道出身ちゃうやないか。今、北海道ですよね、木田って。日ハムやろ？いやでもこっちでずっとおんねやろ。はい、日ハムやで。今、こっちに食べてスポーツマッサージかないと。なあ、2勝やで、今年2勝やで。もう2勝してるの？2勝してるの。いつ投げた知らんばい。全然覚えてないよ。ピッチャーの方ピッチャーピッチャー。木田って巨人1位目やからね。もともとは。ほ、うんで、デトロイトタイガースとか、はい、メジャーリーグ行っとるから。俺ね、一番調子のいい時に交通事故になりやがって。そう、ありましたね。あれ、もしあれ交通事故なかったら、あの年、ものすごい調子よかったから、まだ大リーグにいたかもわからへん。ああ、そうだったんだ。そやねー。じゃあ、ちゃんはそういうこと言ってる、ジャーニーが。加藤。もう、きれい。いや、でも、この間ね。まだそんな気分違うでしょ。まだ、もう、まだ2ヶ月ぐらいしか経ってないです。そうでしょ。うわ、これ、これ、持ってないよ。その人、慰めてくれないもん。スプルーベリー。知らないし。MBS、ヤンタン明石家さんまです。庄司です。佐藤舞です。飯田浩司です。加藤紀子です。じゃあ略のコーナー、イエーイ。というわけで今信玄餅をいただいておりますけどね。お前食べよ、これ美味しいの。ありがとうございます。なあ、これ女の子がこの状態で食べられるんですよ。そうか、蜂蜜ついてきな粉ついてすごいじゃん。すごい散乱してますきな粉。そうか、いやこれだからそのきな粉散乱しないようにこの袋は散乱しないように。歌舞伎見に来た人みたいな、歌舞伎見に来た人みたいな感じですね。そこの姿勢が何が、なんかうちらはもうちょっとスイーツ的なこう、うん、香りが焼いたね。スイーツ的なとか。お前もお前なあ、あんな幸せになりますって結婚しといてやな。何が離婚しますとか言ってやな。それもやっぱりさんまさんも原因あると思います。何を言うの。え、うん、普通のおっさんや思ってね、コンサートわざわざ2人で来てくれたのに、単なるなんか普通のおっさん。あれはほんまあれだった。あれは結構違うんですか。あのね、はい、俺らの舞台見に来てくれて、はい、ご夫婦でね、はいはい、で俺らあの要するに最後のコントのところで、はい、お客さんがセリフ言って俺たちが動くっていうコントのシステムがあるんです、はい、パターンで、はいはいはい、で、芸能人の列、はい、東京の場合ね、はい、ずらっといつもたくさん来ていただけるんで、はい、並んでたんですよ。はい、美代子さんだっけ？美代子さん、美代子さん。違う、タカさん、翔平さん、私、で、彼、大竹さんだった。あ、大竹忍さんだったのか。で、今あると、みんな見に来てたんですよ。はい、うん、ほいで、稽古ダメとか、タカが言うてこのセリフをって、カジヤカジヤって庄司が出てくるんですよ。はいはい、カジヤカジヤ言って、で、カジヤカジヤとか言って、あ、ダメお前、翔平お前、ほんま下手やわ。よしこちゃんで、カジヤカジヤって、その時、あ、そこ誰お前、加藤かって言って、で、加藤、はい、カジヤって、カジヤって、はい、もっと大場に言え言って、はい、で、もう一人その横、はい、次、誰あれと思って。おい、そこの、俺ね、もう本当に申し訳ないんですけど、はい、茶色い革じゃん、かっこいい革じゃん、はい、だった記憶するんですけど、はい、私はもう老眼で、はい、ちゃんと見えないんですよ。はい、で、おつむが、はい、ちょっと、
ちょっとハゲ散らかしてました。ハゲ散らかしてないです。おしゃれ狩りです。あ、おしゃれ狩りです。あの、おしゃれ狩りしてらっしゃるんですよ。で、要するにスキーと、みたいな感じになってるんだけど、この茶色が、ちょっと、この丸顔なんですね、はいはい、あの、前の、あの、加藤のり子さんのご、旦那さんは、はいはい。丸顔なんですよ。で、俺は、敵、浅井企画の社長だと。あの、本当に、あの、いつも浅井企画の社長来てくれはるんですよ、毎回。はい、浅井企画。そんなもん楽屋持っていただいたり。お差し入れしていただいたり。この浅井企画の社長ってもう70過ぎたんですけど。浅井健吾社長座ってるわ、ほんで、もう浅井健吾社長にでも分かれへんから、はい、おい、そこのおっさん、はよ、もう火事やって言うて、はよ、って。かわいそうに。怖い。うん。素人。そのおっさんの後、まあ、前の嫁、はい、あれ、あれ芝居うまいからとか言うて、はいはい、あのおっさん、おい、ちょっと、はよ、おっさん、はよ、言え、もう。緊張しちゃって、かわいそうに。ほいで、浅井健吾終わってからでもない。はい。浅井健吾の社長が、ね、来て、もう、さんまちゃん勘弁してよ、って。はい、あの言わはると思ってた、はいはい、待ってたんですよ。ほんなら、加藤が浅井健吾社長連れてくる、連れてくる。社長じゃない。ほんで、あ、どうもありがとうございます、ありがとうございました、あれ加藤浅井企画やったっけなと思って、あ、主人です。ほんで二人がね、はい、ありがとうございましたって帰った後に、兄さんシャレになりますね。加藤のり子の旦那をね、浅井企画の社長と間違えたら、お前、そう言うけど、お前、俺し、浅井企画の社長に見えてんから、知らないだけよ。兄さん、実は僕もね、あれ、どこのおっさんや思ってましたよ。かわいそう。かわいそう。その後、無言。二人とも無言。あれは申し訳ない。魂抜けた。ただ、本当に、ただ、ほっとおっさんや思ても。あの、茶色の革ジャンが、遠くから見たら、ジャケットに見えたの。ああ。あの革ジャン、おしゃれな革ジャン着てあったんだよ。エルメス、エルメス。へえ。ああ、すっごいおしゃれな。それがエルメスに見せないのがすごいやんか。浅井企画の社長に見えるって、まあないよ。クールな着こなしですよね。あれ、クールな着こなしじゃん。浅井企画の社長。かわいそう。違う。大きく違います。70歳にもなってなかったんです。本当にひどかった。あれは、老眼のせい。ほんまに。え、浅井企画の社長さん、おいくつなの ?75 ぐらいじゃない。そんな、老眼ってそんなに効果。いや、あの、お前もね、あの距離から見たら。見えません。見えません。皆さん、ほんまや。全然見えない。何ですか？見てみ。大丈夫。地味やね、顔。地味で顔な、こいつね、地味な顔好きなの、昔から俺が何人か、ボーイフレンド知ってんねんけど、はい、こいつね、あれ、眉毛下がった人が好きなの。あ、いい顔。すごい。な、全員そうやよね。全員で報告はしてないです。来てない、俺が調べた結果。調べた結果。ね、お前前もそれ以上言わんといてください、管理してくださいって言うたよね。俺に。はい。あ、言うぞ、言うた時にか。すいませんでした。言うぞって。すいません。どんな脅しやね。55歳なのに変わんない。って言うたよ。俺、それは確かにこの原因だったと思うわ。確かに。なんて、みんなにおっさんって言われる人だもんっていう気持ちになったと思うね、加藤も。あ、いや、あの、なんか女って、はい、あの人素敵ねって友達が言うたら素敵に思う人多いやんか。ああ、わかる。うん。なんかね、あ、どうも思ってないのに、ねえねえ、あの人素敵だと思わないって言われて、本当素敵なのかなとか、言うようになんねん。そやから俺らがね、加藤の旦那さんを、はい、浅井企画の社長扱い、でもやっぱそれは八木さんとか美代子さんが言うように合わせちゃいけなかったんですよ、そもそも。紹介しちゃいけなかった。一回ご飯に一回連れてってそれ最初来た方が良かったんちゃうか。いや、一回連れてったんです、ご飯連れてくれた。いや、ほんまその時はものすごい、その時はもう有限定でものすごい明かりの綺麗なとこでおったから、はい、ああかっこいいじゃなって思ったのよ。ただ舞台が。だから一緒に行っちゃいけなかったんです。いや、来てええねん、俺が悪かった。でその次はこの間美代子さんと二人で行って、はい、もう絶対一緒に来るのはやめようと思って。うん。で、旦那さんにも一緒に行く。じゃあ、あれは離婚の話し合いしてたからやろ。いやいや、行くって聞いたら俺は行かないと。トラウマになっちゃった。トラウマになっちゃった。行くならこっそり行くと。のりちゃんとは行かない的な。すいません。確かに、席も悪かったんだよ。もうね。あの席がきつかった。10人ぐらい芸能人ザー並んでる中に、ポツンと、素人の、素人というか、まあまあ、はい、この業界でも、ファッション界の人ですから、それがね、
もうあれはね、もうずっとおっさん恥ずかしいけど、おっさん早言え言うて、一生懸命ね、素人やの、帰りだー帰りだー、おっさん、そんな言い方ですよ。あかんねん、お後ろで番内さんもちょっとそわそわしてくださいました。気づいてたみたいで。緊張したのかな、あの人。緊張じゃん、それまで上手い人ばっかりやから、ね、あの、そういうことを言うに関しても、もうね、本当に申し訳なかった。まあでも、まあしゃあないわな。はい、離婚してしもたんですから、はい、ねえ、うん、速攻メールいただきありがとうございました。仮面仮面そんなのね、心配してたからな、うん、お前の父であるようなもんやからな俺は。えらい親父、えらい親持ったもんやな。すげえな。こっちはラジオでもあなたのスタンド使い。全国の皆さんこんばんは。モーニング娘。の舞台、ファッショナブルの大阪公演を見てきました。はい。あ、お前出てんやろ？はい。公演後のトークショーで、公演後にトークショーっていうか、板についてしゃべんのか。と、あと、アフタートークっていうのが最近あるみたいで。本当にちょっと時間取ってやんの？ 10 分15分で。今日はどうもありがとうございました、じゃなくて。はい。とかは普通に、終わった後におしゃべりする時もあったんですけどね。ああ、なるほど、はい。加藤紀子さんが登場して、今後やりたいことをと聞かれ、加藤さんはやんたのレギュラーに戻りたいよ発言。はい、また、三井さんが一人暮らしを始めたいと答えると、加藤さんは、一人暮らしは寂しいわよと、離婚ネタで笑いを取ってました。さんまさん寂しい思いする加藤さんをやんと、レギュラー、または、嫁候補として迎えていただけないでしょうかということですけど、あ、こういうこと言ってくれたんだ。はい。要するに、やんたんに戻りたいっていう。はい。ちょうど大阪だったので。あ、そうかそうかそうか。はい。これトークショーって何なのそんなこと。一言ずつおしゃべりしてご挨拶をするんですけど、うん、結局なんかみんなこう、おしゃべりしちゃって、うん、なんやかんや長くなって今、はい、舞台なってやろ。そうなんです。でもファンの方はそっちの方が楽しかったです。それ舞台について喋るのじゃないの。いや全く違うテーマで話したりとか、アフタートークはそういう感じでテーマがあって、じゃあ今後してみたいこととか、うん、今好きなファッションはみたいなんで、うん、ああなるほどなるほど、はい、あそういうフリートークの、うん、要するに明治座の一部二部みたいな感じで、はい、やってるわけですね、うん、ですね。ああ、うん、これはもうヤンタンのレギュラーに、これはもう、はい、堀田君から今度新藤に変わるから、はい、だからもうもう新藤に抱かれなきゃ。そうや、新藤で独身やしね。新藤独身やから、新藤の声にちょっといろいろ臆病痛手を受けてるから臆病だ。だってお前結婚してる人ね、ね、はい、アナウン先輩、後輩のアナウンサーが好きだったんですよ。前、明石家テレビやってた、はい、女の人。はい、何ちゅう名前やったっけ、少女ね、何だっけ、あれ。何ちゅう名前やったっけ、忘れたな。向川さん、向川さん。向川。向川。向川っていうアナウンサーが好きで、で、新藤と同期の人と結婚したんですよ。それで、結婚して、友達の嫁ですよ。いやー、それ。それで、なのに毎日放送の廊下で、まだ好きだーって叫んで。すごい。いやでも、頭おかしいのかあんた言われて。最悪だ。その日泣いた言うねやから。たまわりやろ。やばい、だからそれだけ。一途。もう珍しいですね。ほんま一途。で、一度、本当に、ね、はい、お前、友達と結婚して子供できた。うん、もし向川が、うん、要するに旦那さんと別れるたら、お前どうすって、嫁にもらいますと。そんなに好きなんですか。ですね、だからこれが本当の愛だよね。本当ですね。あれだけねかと思ってくれるやつはいないから。でももう今は違うから、向川さんと今は違うの。もう向川さんともう思いも全部もう消えて断ち切れましたから。ああそう。だから今それで私戻ってきたらすごい生々しくなる。生々しくなる雰囲気が。そうやな。かとお前バツイチになって分かると思うけど、はい、要するに次嫁にもらってくれるって、ありがたいと思うやんか、はい、俺なんかもそうやんけど、次もうこんな贅沢言うてられへんねんね。もうバツイチやし、子供はもう世間にさらしてるし、次結婚してくれるっていうのはものすごいありがたい人やんか。それもし俺にと結婚してくれるっていう人がいたら、何やそんな感じなんですか。そうや、なんでや、今まであれ嘘ですか。なんか今なんか俺ね、わかったのはね、うん、なんか今誰にしようかなってこの間迷ってましたやん。えあれ福
か教員でもいろいろありましたよ。いろいろ。広末か。いや広末もいかかえらちゃんのこと言ってるわけよ。いやこれ全部若い。全部高校いらっしゃる。だからかえらちゃんまあまあもうあのおしんどと同じ気持ちや。もし別れたら嫁にしてあげようと思ってるよ。かえらちゃんに関してはね。すごい。どう。でまあこれで綾瀬はるかとおったからね。綾瀬もなんかね気になってるみたいやから俺のこと。あ、そうなんです。その情報初めて聞きました。あ、そうか。インタビューでも一言も。いや、うん、いやいや、だから大沢君と、はい、あ付き合ってませんって言い切りよったやんか。あの写真撮られたけど、はいはいはい、あれはあのどういうことや。フリーフリーですよっていうことやろあれ。え、で俺聞いたの綾瀬に、はい、お前あの別れたってほんまやろなって。はいって言ってたから、はい、それでさんまさんのファンっていうのは何が？あれ、さんまさんのこといいじゃん。綾瀬はお前、あの、もともとおっぱいバレー見に行ってくださいって、わざわざチケット持ってきよったやで。ほいで、お前、俺の現場にプリンの差し入れしてくれよってんだよ、はい、あの、綾瀬はるか。はいはい。それマネージャーちゃいますか？え？マネージャーいや、マネージャーが持ってきよったよ、そら。どういうことなのそれ。いや、こちらが聞きたいです。いや、それおかしいでしょ、うん、いや、これ、そっくりこっちの言葉ですよ、今。どういうことやねって。ちょ、ほんと、どういうことかも。さっぱりわからへん。いや、さっぱりわからへんって言うてあげてよ。なんか、大塚愛もやね。え？この結婚したからね。はいはいはい。俺が好きな人今年全部、いやいや、恋が見つかり、結婚し、もう全部やね。不思議なぐらい。俺が好きなっていうか、前向こうから全然違いと話が話ほとんど180度変わってきてますやん。何がや。いや俺が好きやった人全員って全員偶然にもね、偶然にもそうなってしまったんやけども、うん、向こうが好きやったんじゃないんですか。あ、そう。じゃあ不安とか言うとったよ。そんなあの好きですとか会えばね、はい、不安ですとか、うん、はい言うとったの事実やから。本当ですか。その事実がね、ちょっと。うん、何がや。え、そうなんですか。好きだったんですか。好きやろと思うよ。多分。きっと。はあ、そうであろうみたいな。そうや。それがね、偶然今年みんな結婚だやるなんだった。ね、もう広瀬涼子がやっぱ別れよったから。はい。はい、涼子ちゃんのところにメール入れたんですよ。はい。はい、チャンスって言うて、俺の笑顔マークいっぱい見つかる。はい。はい、ほんなら向こうから、ないメール綺麗に書いてきたんです。気持ちいい。こと言ってたんですか。嘘やんとか。それ。いや、でも、さんまさんな、はい、いや、俺、ゆずゆこちゃんなんかってすごいいいなとか思うけど。だから、まあ、あの、女優さんやんでね、あの、向こうもバツイチ、子持ちですから、はい、同じ繰り返しはやっぱり、少女俺もしたくないから。子育てってやっぱり大変やからね。前の旦那さんの子供を預かるってやっぱり、向こうは、そういうほどの思わへんねんけど、はあ、男性はやっぱりものすごい考えるわけよ。その子の人生を預からなあかんから。だからまあ俺はそのつもりでいるし、はい、もしカエラちゃんがね、こうなんかがあったとすれば、はい、カエラちゃんもそのつもりで引き受け、ね、こうなんか。すごい深いとこまでカエラちゃんカエラちゃんって幸せですね。なんでや。いやだって、あ、そうそうそう、今、別にもう、もし壊れた場合、壊れた後ろに明石家さんが。俺がいつでも待ってあげてるっていう。すごい。エイタやろあれ。はい。だから、エイタの子供は俺ちゃんと育てられるしやな。へぇー。まだ向こうそれは望んでないですけどね。アホか、お前。あの、木村かやちゃん、さんまのまんまに来てくれて、ああいう番組が来るの初めてらしいね。うん。大気味にやで。やっぱ面白いって言う。いや、疲れてたんじゃないんだ。違う。疲れても声が出てない。面白いって言いよったんや。それもう妊娠2ヶ月目の時や、それ今から計算すると。計算してるんだ。逆算するとね、はい、妊娠2ヶ月目の時にそれ言うとね。わかるか。ほんでな、俺のは分かったんや。リップスライムに入るわ。俺確かに、俺がどんどん結婚してってますもんね。リップスライムばっかりやもんな。かわいいね。リップスライムやっぱああいう、要するにテレビあんまり出ないミュージシャンの姉モテるよな。エビちゃんの旦那さん。エビちゃんの旦那さんもそうやし、大塚愛の旦那さんもリップスライムやろ。そうや。へぇ決めてやん、リップスライムはーいよって。決めてくれるかなって。あんたもう出すぎてるし。あいつら出てへんもんなって。あんたもう今更ってバレてしまうやんか。バレる。
リップスライムに入ったのかなみたいな。ああ、でも確かにモテますね。じゃあ、要するに、ダパンプの一茶とかね、はい、ああいう、あんまりテレビ出ないとかいう、なんか、ツアーで頑張ってる。うん、だから、今度、大塚愛ちゃんと結婚するスーさん、はい、スーさん、はい、スーさん、俺、昔、新幹線、リップスライムとばったりおったのよ。ほんで、スーさんが来てくれて、はい、俺とこの席に、ほんで、リップスライムですって言うて、さんまのまんまにね、うん、テレビを僕たち本当に頑張ってますんで、ぜひ、もう売れてる時はね、はいはい、ぜひさんまのまんまで喋るのが夢なんですって言いに来てくれよったのよ。おいで、もう頑張るか、もう売れてんのにわざわざ、こいつええやつやな、って、ものすごいやつやな、思ったら、うん、やっぱり俺の好きな大塚愛ちゃんと、やっぱり、やっぱり、偶然、なんかあるやん、周波数、みたいなものが、当たるか、わざわざ、俺のとこ来て、さんまのまんまに出るのが夢ですって言ってくれた、リップスライムのスーさん。はい、あれが、俺がもうか、おととしぐらいの嫁候補。の、もう3年ぐらい前かな、大塚愛ちゃんは。の嫁候補の旦那さんや。うん、でもバツイッチ。スーさんも。あ、そうなんだ。スーバツイッチやから。次の話聞きましょう。え次の、もうスーさんの話もよろしいわ。なんでや。いや、なんでやって。そうですよ。いっぱいいただいてるから読んでください。じゃあ、ほんと。うんうん、お前らなかなか読まさんね。俺の下校問題ごちゃごちゃ言うからね。あ、そう、のりちゃん、はい、声出しと思って、絡まんといて、それは。わかった、はい。そうします。だからね、厳しい時代みたいな。俺の結婚が暗雲が立ち込めてるわ、今。誰や、こんなことしてんの。ちょっとみんなでちょっとほんま、一面言ったらな、みたいな、ほんま。しいな、俺のそばからスル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 抜けて、みんな違う人と結婚するからな。はい、いや、でもお前飯田待っとけよお前。はい、飯田お前結婚してんのか。してます。お前誰と、お前もミュージシャンやな、なんか。そうですそうです。せやね、お前もリップスライムみたいなグループのな。え、そんな、あれですけど。何やったっけ、お前のグループ。セブンハウス。せやせやな、こんな辺持てんねえ。そうですかね。一見にしわ寄せって言って。あんまり持ててなかったですけどね。あ、旦那？はい。さすが、お前いくつになった？ 26 です。お前もそろそろやろ。そうよ。そうね。もうそんなになったのか。そうなんです。ここは3人で来とったん。17とかです、あさみちゃん。はい、来てた時。そうだ。そうです、18とか。早いな。そうです。でもお前が結婚の記事とか見ると、ね、羨ましいですね。そうやね。ほんでな、やっぱり安室奈美恵が論文の厚人と付き合ったのが、俺の心を動かしたね。俺は今まで。すごい影響した。後輩から影響を受けた。だから、今まで、ね、俺はミュージシャンとか、ああいう人は、くどかんとことか、線を引いてたのよ。お笑い芸人として。俺は引かざるを得ない。ほんで、あれはもう飛び越えて、安室奈美恵ちゃんと今付き合ってどんどんこうのって言うとるやんか。はい。だから、そういうルール違反を犯してもいいんだと。はい。後輩から学んだんです。そうそうだ。ええのかっていうこと、世間的にはね。はい。だから俺これからね、動くよ。動くかも。すげえ。動くんですか？動く動く。もうそんなね、安室奈美恵に圧しやで。でも考えても。共通点がね。でもお似合いですよね。お似合い？うん。違う？意外でした、私は。意外やったよな、あれは。あれ、あかんやろ。まずパワースポット行った方がいいんじゃないですか。俺？うん。いや、パワー持ってるもん。あかんで。え？ね、これ、岡村とこ出まれたんですよ。夜な夜な、お前休むらしいな、言うて。俺、ぐるん、ごちできるから、言うて。え？休むんですか？テレビやるんでしょ？テレビとラジオでちょこちょこ出ながら休んでいくって、疲労が溜まってて、言うて。それで、ごち頼む、出れるかな、言うて。お前何も心配すんないで。ほんで、俺明日オールナイトニッポン行ってあげるから、言うたら、僕が行きます、言うたら。なんでや、言うて。な、ほんでお前、ダウンタウンの松本も休むから。俺プロデューサーに、滑られない話いっぱい持ってるから、言うて。そんな前へ前へ。連絡してあげた。すごい。後輩思いやアグレッシブだな。アグレッシブだな。すごいですね。
できるもん、あの、一万、ご飯食べて1万2千円とか言うんやろ、はいはい、たこ焼きですって、とか、いうリアクションでいいんやろ、あれ、グルゴチとかいうの。あれ、けど近くないと。えあれ、500円以上のもあんまり食べてないもん。そう、結局めんどくさくてさ。1000円以上のも食べてませんやん。あれ、こっちいろんなもん出てきまんねんで、ね、高いやつ、うん。食べたことないような、一品が5000円ぐらいのもん出てきまんねんで。そうそうそう食べてるわ。全部500円、500円ちゃいまんねんで。ねえ。おいね、お前俺の食生活にちょっと口挟めてくれ。もうおしまい。はい、さんまさんに、お誕生日のメッセージが。あ、またいろいろと。はい、来ておりましてですね。何が？お祝いのメッセージ。うん。じゃあまず、この二人からのメッセージを聞いてください。さんまさん、55歳のお誕生日、おめでとうございまーす。イェイ、イェイ、高橋愛です。道重さゆみね。はい。もうね、さんまさんの誕生日に、はい、いけないのが本当にね、悔しい。悔しいし、切ないし。ね、なんか今いる、今日誰が来てるんだろう、加藤さん、加藤のり子さん。悔しくないですか？悔しいですね。なんかさみたちのさんまさんを捉えた気持ちになりません？わかる。ね、ちょうどね、そうだ、ね、時差があるからちょっとメールをちゃんと受けるかどうかわかりませんが、はい、でもちゃんと0時にメールしたいね、送ろうね、一緒にね、うん、なんか写真とか撮ってさ、あ、そうですね、ね、送ろうよ、うん、ね、海外だからちょっとお金高いけどいや、そこはね、そこはね、お誕生日ですからね、特別ですよ、はい、いやね、なんかでも55歳、はい、じゃないですか、うん、波江さんを越したわけですよすごいな、きっとワールドカップも全部しっかり見てるんだろうな、でしょうね、うん、きっと多分相変わらず寝てないんでしょうね、うん、まあちょっとね、体ね、あ、無理しないように、うん、そうですね、もう55歳なんで、はい、お気をつけてください、はい、あの体を休めつつ、はい、元気に、はい、はい、いてほしいなと思います、これからもよろしくお願いします、そうですね、はい、そして来週はフランスのお土産を持ってスタジオに来ますので、はい、楽しみに待っててください、はい、お願いします、ということで、はい、あの道重と高橋はあのメールでね、はい、フランスなのにちゃんと日本時間に合わせて、メールくれましたけど、だから今フランスであのそのアニメなんとかやな、ジャパンエクスポみたいな、エクスポみたいなやつでフランスに行ってるんで、はい、誕生日の時にはね、こうして加藤と飯田と里田が、はい、来てるわけですよね、ありがとうございます、私のさんまさんを捉えたような感じ、はい、いやいやいや、で、ね、きっとこのコメントもその舞台の楽屋で適当に撮ってるコメントです、あのね、なんぼある離婚なされたかは知りませんけどね、心がすさんでるしね、多分お前ほんで何で今日胸開いたやつあの来てんねん、お前なあ、お前俺の誘惑賞を持ってるやろやっぱり高橋のコメントも出ましたよ、出る出る、俺の誘惑賞を持って、珍しいじゃないか、お前こうちょっと胸の谷間を見せるファッションなんて、お前考えたらなかったですね、そうや、今まで俺を警戒するとこ警戒しやがってな何今更胸の開いたもん、本当に松一の女、そんな俺別にそんなにあのもう興味ないからね、言うとけども、え、子供とかいてもう受け入れる人がいる、うんうん、反面ダメなんですか、そうそう、あのだってお前安心だって、前の彼が、あ、おっさんやもん、おっさんじゃないです、年上男性です、おっさん、見た目、見た目も大丈夫、シルエットはおっさんやで、ね、いやいや、おしゃれがりですし、履けるよね、シルエットあの人あのどっかのなんかマークみたいやよね、あのさパサービスエリアのなんかキャラクターみたいな、そう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 そのそのとおりサパちゃんに似てたそのとおり、分からないですよ、顔見てない人には 笑わないであげてくださいいや、はい、ほんまに好みっていうのはね、うん、加藤は自分では違うとか思うでしょうけどね、うん、人が見るとこの人好み一緒やなと思うよ ね、あの人の好みって、飯田なんかも一貫してるわけでしょ、やっぱり今まで過去の男性ボーイフレンドと今の旦那さん比べても、はい、好きになる人って顔一緒やんか、そうかもしれないです、ね、なあ、雰囲気とかね、あの顔は一緒くないけど雰囲気とか絶対一緒やよね、そうですね、なんぼもうあの前の女これだからこっち豊かってまた同じような人好き、確かに似てるよなとか言われますもんね、言われる、あ、そうなんだ、うん、で飯田はなかなかあの
ケーキうまいよ。あ、ですか、ありがとうございます。あの、ブランデーたっぷり入れたんで、大人の味がいいかなと思って。やっぱさすが、主婦やね。はい、こういうの。結婚して何年や、お前。もうすぐ3年ぐらい。3年か。3年。あと2年。うん。え？あと1年。あと1年。なんでですか？うち仲いいですもん、すっごい。うん、仲いいけど。はい。はい、生物学的にね。ええ、ええ、ええ。一応別れの危機は絶対来るんです。そうですか。危機はね、愛し合ってても、セックスレスになったりとか、はい、そういうことになってしまうみたい。それはもう、仕方がないみたいですよ。でもなんか旅行とか行ったらいいんじゃないですか。そうそう、そうして気分を変えたり、うんうん、二人で何かを乗り越えたり、するとまあ乗り越えられますけども、まあ危機は誰だって、それを乗り越えるか乗り越えないかだけですからね。ゼロかと。はい、その通りです。お前も4年かちょうど。ちょうど4年です。どういう、お前はもう、要するにあれやろ、もう生物学的なことやろ。言いたくない。なんで公共電波で発表せなあかんねんな。確かに。じゃあ、あの、こういうのはね、そういうおっちゃらけた話として言うてんのちゃうねん。あ、聞いてる人の、またこれからの勉強のためにも。その通り。でも言いたくない。言いたくない。はい。うん、じゃあ続いては。そういう人を増やさんためにも。いやいや、今の話で分かったもんね。そうですね。具体的な例を挙げなくてもね。うんうん、はい。まだあるのか。はい、続いては、じゅんじゅんとりんりんからです。さまさん、お誕生日おめでとうございます。さまさん、55歳のお誕生日おめでとうございます。モーニング娘。のじゅんじゅんです。りんりんです。55歳になりました。おめでとう。そうですね。55歳になっても、いつでも、いつまでも、元気でピカピカに行ってください。え、じゃあ、りんりんも行きますね。さまさん、馬は？まあ、いやー、よくできました。よく覚えていますね。いやー、素敵ですね。さすがさまさんですね。そうですね。これからもまた、ヤンタンに読んでくださいね。順次はちゃんと餃子作っていくから、待っててね。じゃあ、さまさん、リニは、美味しい中華を食べに連れててくださいね。私が送りますので。さまさん、これからも、じゅんじゅんと、リニを、よろしくお願いします。生日快乐！生日快乐！あ、これが中国語でおめでとうございますなんだ。それから、それから、に聞こえて、片言の中国の女の子って本当に可愛いですよ。確かに可愛いですよね。佐藤なんかはもうかなり後輩になるわけやから。はい、そうですね。だからこのリンリンっていう方、はい、ご飯食べ、今中華料理食べてに連れてくださいってだけども、はい、あいつが払いよんで、ね、え？あいつカード切ってしまうよんで、ね。自分の。そう。お父さんがずーっとそうしてあったから、あの人と食べに行ったら、はい。で、自分もそうしなきゃいけないと思って、どんな先輩と言っても先にカード渡してしまうよん、ね。それを道重がものすごい利用して、ご飯食べに連れて行っちゃう、はい、怒らしとるな。先輩らしくないですよね。最悪というか、道重の生き方は正しい。正しいですでもそれ堂々とできるって結構ね。でも、リンリンはいつも何食べてんのって言ったら、オリジン弁当って言ってました。オリジン大好きなんですね。まあいろいろチョイスできるからね。美味しいですよね。確かに。何かにオリジンは。美味しいですね。独身の夜中とか夜とか。食べたくなる。本当に助かるよね。これ野菜も魚もいろいろ種類あるから。選べん。はい。まあまあありがとうございますということで。ということでお誕生日だったので、お祝いに久しぶりにこの曲を今日は、かけたいと思います。はい、わかりました。さんまさんの、Begin with Aho na Stars で笑顔のまま。ヤンドヤンムスは噛みませんのコーナー。噛んでみやね。失礼しました。ヤンドヤンムスは噛みませんのコーナーということで、はい、要するにこれからね、はい、加藤もシングルになったし、はい、これからこの業界で生きていこうとしたら、はい、お前ももう37歳やから、そうです。アイドル気分はもう捨てなきゃもうとっくにいけないわな。ほうほう。そりゃそうやないか、お前。37歳やな、お前。冬物語、いつも引きずってる場合やないよ、ビールの。冬物語出ました、とか言ってやな。でもまあ、また兵隊の役もあるかわかりません。
グンツの役もこれから思い切ってできるんちゃいますか。だから加藤お前あのいや器用やんか、あの芝居ミュージカルできるし、ミュージカルできるし、それもう本当にグンツの役もできるし、ジョニー・ギューも似合うの。この二人は知らないんですか、言わなくても。えこいつら舞台で、はい、舞台決まりました言うて、はい、ああそうど何役を言うて、はい、グンツの役ですよ、これグンツって言ったら、はいって言ったら、なんかその舞台見に行った人パッと見たらヒゲはヒゲ生やして男役、男役で、その舞台あの宝塚みたいに女だけかいって言ったら違いますよね。そうなんですよね。わけわからんキャスティングだった、事務所の陰謀でしたね。私を潰そうとした、絶対に、あれ誕生日にズラが渡されて、ズラだったんだ。陰謀ですよ、会長に松浦を立てるための陰謀です。そうだ、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 だからあれは会社側からするともうやめろっていうことや、ほんまはね。そうだったんですね、しがみついちゃいました。もうやめろって、まさか離婚するとは夢にも思わなかったんですけど、飯田もだからこれからも嫁さんやし、はい、いろいろ滑舌もね良くなったりとか、はい、早口言葉はね、うまく言えたりとか、うん、はい、やっぱりしていったら仕事が増えていくわけやからな。そうですね、もうあれやろ、旦那さんもやっぱりミュージシャンで、はい、そうガバガバ儲かるような商売ではないから、うん、今もうミュージシャンやってないんですけど。そうかそうかそうか、はい、今はサラリーマンやってらっしゃる。そうです、目利きの仕事してるんですけど。目利き、はい、宝飾見たりとかブランド品見たりとか。あ、それで調べあるやつやってるのか。あ、ルーペ見て。おうおう、はい、あ、偽物本物って。はい、嘘、本当です。あ、俺のカバン見てもらおうか。あ、いつでも鑑定します。どの誰がくれてるか分かんない。俺でも偽物って言われんちゃいますか、ワッペン貼ってるから全部いろんなもん貼り付けてるから。だってリメイクしすぎですもん。いろんなもん貼り付けてるね。え、それは本物も偽物分かんない。今日から車の角とかも削るんですよ。今日からじゃない、明日から。明日から。だから佐藤さんもね、はい、もうカントリー娘ないわけだから。はい、わかりました、うん、まだあるんですよ。一応一人やろ、一人で、はい、やってます。カントリー娘の佐藤舞やね。そうなんです、ま、はい。そう、もういらんやんけ。いや、一応佐藤舞でね、もう、うん、いやでもやっぱりリンネちゃんとかおるわけじゃないし。そうなんですけど、まあそこはやっぱちゃんと、はい、だから行きましょうか、はい、これは1枚ずつ今日は。じゃあまず、はい、川田さんの一つ目のお題をいただきたいと思います。はい。最初のお題です。豊中市ラジオネーム七夕生まれさんからいただきました。作曲家、新曲、5曲作曲。作曲家、新曲、5曲作曲。さあ、これを言える。今日は 2枚ですね。2パターン。はい。加藤からやな。はい、あと こんなこと言うときある？ない、そんなことキリないやないか、お前。キリないやろ、お前。言うことはないと思う、でも。ないですよ、ね。そういうとこや、旦那が、お前。いや、ないけど、見てられるわ、お前。この三下り半女入ったよ。いきまーす。作曲家、新曲、5曲、作曲。それじゃあ、3回言うね。そうなんだ。そうや、当たり前、何回言うの、早口言葉や、お前。え、ほんとに？早口言葉や、これ。3回言うの？うん、早口言葉でね。作曲家、新曲、5曲、作曲。作曲家、新曲、5曲、作曲。作曲家、新曲、5曲、作曲。あ、さすが。おー、先輩さすが、加藤典子。先輩、長生きしてる分だけね。わかるよ。すんだよ、役来ますね。早口言うぞ。誰も聞いてませんよ。早口言葉。早口言葉。それちょっと嫌だ。早く打たれそう、それ。はい、いいな。はい、いきます。作曲家、新曲、5曲、作曲。作曲家、新曲、5曲、作曲。作曲家、新曲、5曲、作曲。かわいい。早口言葉からお教えを聞く。早口言葉。なあ、カミカミカミ言いとうへん、お前。ニットえ、かわいそう。頑張ってるんですけど。さあ、サンバ。はい。作曲家、新曲、作曲家、新曲、5曲。やめましょう。もう一回。作曲家、新曲、5曲、作曲、作曲家、新曲、5曲、作曲、作曲家、新曲、5曲、作曲。作曲。もうええ。作曲。作曲がいいから。もう、難しい。俺も一生それで、もう、ボケボケ二等兵でええわ。もう、はい、早口くんぞ。次のお題行くから、はい、続いて川田さん、お願いします。続いてのお題です。東京都、ラジオネーム、トラッキーさんからいただきました。ロドリゲス、ロナウド、
ロナウジーニョ。あ、これロドリゲス。難しい。ロナウド。ロナウジーニョ。ロドリゲスが難しい。ロドリゲス。ロドリゲス。うん。はい、じゃあ行きます。これはいけそうに思うの。どうぞ。あら。ちょっと早口こそ早口。はい、これ。はい。ロドリゲス、ロナウド、ロナウジーニョ。ロドリゲス、ロナウド、ロナウジーニョ。ロドリゲス、ロナウド、ロナウジーニョ。さすが早口こそすごいよ、ね、早口こそすごいよ先輩すごいっす。どうも、ね、何紙2頭へ入ってみようか。いきます。ロドギレス、ロナウド。ちょっと、2頭へ。落ち着いて。ね、ロドギレス。焦りますもんね。ちょっと、頑張って、落ち着きます。はいよ。ロドギレス、ロナウド。ロドギレス。ロドギレス。ロドギレス。ロドリゲス。ロドリゲス。ロドリゲス。はいよ。ロドギレス、ロナウド、ロナウジーニョ。違う違う、あの、いいだ。はい。ロドギレスみたい。ロドリゲス。ロドギレス。ロドリゲス。ロドリゲス。ロドリゲス。はい。いきます。ロドギレス、ロナウジーニョ。ロドギレス。お前、アウトお前、戦士、戦士。お前、戦士。違う違う。自分のところの資料台でボーンいってしまうんだ。残念ですか。残念。さあ。二と青青二と英語。ロドリゲス、ロナウド、ロナウジーニョ。ロドリゲス、ロナウド、ロナウジーニョ。ロドギレス、ロナウド、ロナウジーニョ。もう一回、もう一回、そうだ。ロドギレス、ロナウド、ロナウジーニョ。落ち着いて。せーの。ロドギレス、ロナウド、ロナウジーニョ。ロドギレスじゃない。ロドリゲス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 。ロドギレス。違う。ロドリゲス。あ、ロド、あ、どうぞ。あ、間違えた。ちょっと書いていいですか。はい、せーの。せーの。ロドリゲス、ロ、あ、ちょっと。ロドリゲス。はい、いいな。せーの。ロドリゲス、ロナウド、ロナウジーニョ。ロドリゲス、ロナウド、ロナウジーニョ。ロドリゲス、ロナウド、ロナウジーニョ。はい、ダメー。さすが、早口軍曹。ありがとうございます。おしまい。ヤンムスが癒しますのコーナー。もうね、これは全くダメな加藤と里だ。もうね、今日はね、リスナーがかわいそう。だから、飯田が、まあ、もう人妻ですから、はい、もう、ね、はい、捨てるものもないでしょうから。ここはそこですか。そこそこ、だからここはまあやっぱ恥ずかしさとか、はい、そういうのを捨ててもらわなきゃダメなコーナーなんで、うん、だからもう高橋愛はいつまでたってもあかんし、道重は最初からちゃんとやるし、加藤はもう何年経っても。いや、でも、ひょっとしたら。いや、こいつね、多分あかんと思うね。あの夜もう想像しないで私の夜加藤もあかんやろまあええねんけどんもう言うてあかんって飽きませんって言うてあげて加藤お前は前からこれ下手やし今日も多分下手やろけどお前なだから加藤飯田佐藤田の順番やけども、はいはいはい、佐藤田もこれあかんのよないやでもだいぶ経ってますからね、うん、考えた時まだ18、19でしたからそうですそうです、はい、いやーこいつあかんと思うねわかんないですよさあ加藤からいきましょう加藤したら、はい、宝塚市のラジオネームまったけさんからいただきましたどうしてほしいの何やねんそれはお前はちゃんとお前旦那にも言ったことあるやろそれどうしてほしいのねえ離婚してほしいねいや違うよなちゃんとせよお前もうお前もっぺんねえどうしてほしいどうしてほしいのじゃあお前もうお前殴るぞお前はもう心込めてはよ痩せませんのこんなやぞどうぞどうしてほしいのじゃあお前ほんま殴るぞお前もうやるかおどうしてほしいのちゃんとしてほしいねさっかんこいつはいますよ、ね、妻でたってもそこやお前の離婚の原因はなちょっと言おうけが足らんかったりやんないですよあががんもうはい大行為がはい丹波市の高名付けごめんなさい。どんな漬物やねん、それ、宝漬けて。お前、ロドリゲスからおかしかったよ。おかしかったよ。高菜漬けさんからいただきました。これでいいのいいね、いいって。あかんな、お前らは。あ
もういっぺんいいな、これがいいのとか癒すねん。どうぞ、はい、これでいいの、わかんない。さすがあんま期待する、はい、わかりました。もう、まあ、若い時に違うから、お前は、はいはい、色気で、うん、東京都のアクセスさん、そこはダメダメ。ハイセン、あんじゃない、いやじゃな、そこはダメダメってないの、いいんじゃな、もうちょっと抑えて、はい、もう一回、そこはダメダメ。あ、うまい、うまい、さすが、さすがや、今かっこいい、大出世、お前、ドラマ出るか、ドラマ出るか、おしまい。まあ今日はあの里中久々、はい、久しぶりでした、はい、いかがでしたか。いやもう楽しかったです、相変わらずさんまさんお元気で。ね、元気いっぱいなさんまさんと言うな、本当にもう元気いっぱい、元気いっぱいですね、もう溢れてるやな、溢れてました、どう見ますか、溢れてるもん、すごい、みなぎる、溢れてます、こんな風ではあかんぞ、その年相応に生きていかなあかんで、お前らはな、はいはい、こんなんこんなんなったらあかんね、すごい先輩よね、はい、うん、目の当たりにしました、元気いっぱいで、久々親戚のおばちゃん見て、元気やわんた、あの子は俺ほんまちっちゃい頃から言われた、元気やないつもあの子はとか言って、まあ飯田はねちょこちょこ最近、はい、来ていただいてますから、はい、加藤も久々か、私はもうすごく久しぶり、え、これははい、ここ来て初めてです。あ、少ししてて。あ、そうか。はい。だから2年ぶりぐらい。あ、俺はホテルから、そう思えんかっただけで。はい、実はやった久しぶりです。あ、そうか。里帰り久々なのか、そしたら。ひょっとしたら。そうです。ね、そうかもしれない、ね、はい。あ、そうか。来週から戻ってきます。来週から戻ってきます。怖お相手は明石家さんま。村上昌司。里田舞、飯田香織、加藤のり子でした。また来週お会いしましょう。さようなら。さようなら。さようなら。Take it easy.